大田市のアパートの部屋で不法に豚を解体したとして警察はベトナム国籍の技能実習生4人を逮捕しました警察は群馬を中心に関東で相次いでいる豚などの盗難事件と関連がないか捜査しています群馬県大田市の住宅地にあるアパートですこちらの演出で豚の解体をしていたとみられています逮捕されたのはいずれも大田市に住む ベトナム国籍の技能実習生カオス・スワン・トゥン容疑者とグエン・バン・クオック容疑者ら合わせて4人です警察によりますと4人はことし7月ごろ太田市のアパートの部屋で許可を得ていないのに不法に豚を解体した疑いが持たれています4人のうちカオ容疑者が今月上旬太田市の畑でウリを盗んだ疑いで逮捕され警察が住んでいたアパートの部屋を捜索したところ 豚の肉の塊や包丁などが見つかったということです。これまでの調べで部屋からは豚の毛が採取されたということです。豚のなんかその匂いとかなんかそういう変な。超みんな分かんなかったね。なんか十何人もあの私服の周りさんが見に来たっつった。多くても四人？夕方自転車で帰ってきたりなんかしてたから、勤めずったような気もするんだけど。 騒がしいってなんかああそういうのが。起こって警察は群馬を中心に関東大継いでいる。豚などの盗難事件と関連がないか、捜査するとともに、同じ太田市で在留期限が切れたまま滞在を続けていたなどとして一昨日逮捕されたベトナム国籍の男女13人との関係性も調べています。捜査に支障があるとして、4人の認否は明らかにされていません。